人の方に急に行かなきゃいけないっていう現実があった時に体感できる本だ。頭の中が全部その小説になっちゃって一切戻ってこれないっていう、全部が生き物なんだなってことがすごく思うんです。感覚としてそういう繊細なところを言葉にしてもらえると救われるとか安心するっていう気持ちになるんだっていう体験をしたんですね、うん、吉本バナナさんのキッチン、この一冊に出会えてなかったら本を読むっていう習慣そのものがなかったと思います。女優になるって言って劇団に入ったのが小学校4年生9歳の時で、で女優さんになるならやっぱり読書した方がいいよって言われて、当時今ほど中高生向けの小説ってそんなになかった記憶があって、うん、今でこそなんかこうラノベ的な、はい、ね、楽しいものいっぱいあったりとか、うんうん、そういうの全然なくて、だから長靴下のピッピ、赤毛の若草物語、もう大人の方に急に行かなきゃいけないっていう現実があった時に、うん、なかなか読めなくて、うん、でも女優さんやりたいんでしょ、読みなさいっていう中で、じゃあこれはって言って母からもらったのが吉本バナナさんのキッチンだったんですね、うん、初めて大人の本でこれ読めると思って、体感できる本だ。そっから吉本バナナさんを全部一冊ずつ読むっていうのをやってました。何が一番こう衝撃を受けたところなんですかね。まず日本語があんまり難しくなかった、いわゆる書き言葉の硬い言葉とか、いっぱい辞書引かなきゃいけないとか、うん、そういうのが少なかった。あとは登場人物たちの気持ちがよく分かった。揺れを動いてる若者の話で、自分自身もすごく揺れてたから、そういう繊細なところを言葉にしてもらえると救われるとか安心するっていう気持ちになるんだっていう体験をしたんですね、うん、10代の時はすっごい悩んでたし、アップダウンが激しかったっていう時にいつもバナナさんの本読んでましたね。 お守りみたいに読んで、それでなんとかこう立て直して現実に向き合うみたいな感じだったので、はい、バナナさんいなかったらこういう風に生きてないと思いますね。大人になるにつれて吉本バナナさんの本は句読点もそのテニオ派も全部が生き物なんだなってことがすごく思うんです。感覚としてずれたらこの生き物は死んでしまうっていう、その本だけど生きてる感じがすごくして、言葉そのものを体が吸収するっていう感覚がバナナさんの本はすごくあるんですよね。自分が知らない間に自分の細胞とか潜在意識とかいろんなところをきれいにしてくれて生き返るっていう感覚がある作家さんに最初のタイミングで出会ったっていうのは大きかったですね。そのバナナさんブームのタイミングでまた母からおすすめされた宮部みゆきさんの龍は眠る、今度は自分ともっともっと違う世界観、殺人が起きたり人がいなくなったりっていうミステリーの面白さ、小説の題名がなぜその題名だったかっていう種明かしを体験した時に、こんなに爽快感があるのねっていうのを知ってミステリーにはまりましたね。本は別世界に行ける、かつそのドラマを自分が疑似体験できるんだってことを宮部みゆきさんに教えてもらいました、うん、その本を読む前と読んだ後で例えばなんか役者としてのなんか考え方とか演技とか、なんかそういうところに影響とかってあったりする？役者としてはもうそれこそ台本よりも小説はたくさんの情報が多いから、うん、何か作品をやるときに本を読むっていうのも一個のヒントになるっていうのことは多分宮部さんの作品を見ながら思ったことだっただかなと思います。どっちもお母さんからのおすすめ。そうですね、母がいなかったら本読むっていう習慣もこんなになかったからありがたいですね、うん、本当そのタイミングに合わせてじゃないですか。本当ですね、そうですね、うん、女優としてその物語活字から自分の想像力で立ち上げるっていう訓練の仕方っていうのを学んだ感じはしますね、うんうん、塚公平さんの飛龍伝です。これは確か演出家の方におすすめされたんですよね、17歳の時に、で高校2年生で、で当時あの朝ドラを撮ってるタイミングで、でもう待ちきれなくて読み始めたんですよ。そしたら頭の中が全部その小説になっちゃって初めてあっあっ
戻ってこれない、どうしよう、私は学生運動参加じゃない、ここはあとあれってすっごいパニックになったんですよね。すっごい待ち時間空いてるし、何の気なしに読んだら一切戻ってこれないっていう大失敗をした体験がある本でこれを読んでから私は撮影中待ち時間にあの物語の本を読んではいけないっていうのをあの強くあの心に刻んだ思い出深い一冊ですね。そこまでのめり込んでいったこう面白さのポイントっていうのはどういうところだったんですか？女性が時代の波に揉まれながら志に向かってひたすら行動し続ける、どんな困難があっても立ち向かうっていうのが当時やってた役とすごく重なったんですよね。でやってた役があのお父さんが営んでたバネ工場が閉鎖される、で自分もあの学校の友達とうまくいかない、住んでた場所から引っ越すことになる、誰も知らない人ばかりで家族もいるのに受け入れてくれる人たちもいるのになんだか一人ぼっちでとにかく前に進まなきゃいけないっていう優っていう役演じてる自分と元カレや結花としてどうにかこの作品をあの一生懸命やってみんなに喜んでもらいたいし全うしたいっていう気持ちとその飛龍伝のストーリーが全部重なっちゃって自分がなんだかよく分かんなくなっちゃったっていう、誰だったんだ私はっていう体験でしたね。じゃあ本当に読む時はそこにもう本当に熱中するっていうので、逆にどうなんですか、読み終わっちゃった時ってどうなっちゃうんですか？すごくいい質問してくださいますね、はい、本当にそうなんですよ、うん、そのロスがひどくて、うんうんうん、10代20代の時は短編集っていうのが読めなくて、なぜかっていうと、はい、あ大好きこの登場人物たちみんな幸せになってほしいって終わった思ったタイミングで終わるんですよ物語がその後はと思うとまた違う登場人物が出てくるから気持ちの切り替えができなくて長編しか読めなくて、おまけに上下巻とかあるとやっこんなに長く一緒にいられるぞと思ってワクワクしますね。短編集読めるようになったのは石田イラさんのおかげですね。モーツァルトの本を書かれた時があってモーツァルトの CD と石田さんが思うモーツァルトの魅力が曲ごとに解説してあって、はい、その時に短編集を読める女性はおしゃれだ、そうなんだと思って、当時大学1年生ぐらいかな2年生20歳ぐらいの時で短編集を読みたい頑張ろうと思って、でその後吉本バナナさんのデッドエンドの思い出って本を読んで克服できた、ようやく短編集楽しめるようになりました。短い付き合いでもいい距離感で愛せるようになりました。短編をサラサラって読んでる人はおしゃれな人なんだなって今でも思います別の本のお仕事をした時に新井美恵香さんって方とお会いして、うんうんうん、書店員の方で自分独自の新井賞っていうのを立ち上げて、勝手に自分が勤めてる本屋で新井賞ですって言ってポップを作って売り始めるっていう、みんな書いてあると新井賞ってあるのねみたいな感じで買うわけですよ。でそうするとムーブメントが起きるっていう、とてもユニークな女性の書店員さんがいらっしゃって、でその方におすすめしてもらったライオンのおやつ小川糸さんっていう、あその本も大好きで本当3冊の中に入れようか迷うぐらいの本なんですけど、もうライオンはいつも気を張ってたけど、もう残りの時間はあのホスピスのお話なので、ライオンがおやつを食べるようにゆっくり自分と向き合いながらのんびり過ごしてねっていう意味のライオンのおやつってお話なんですね。とっても感動して、これは新井さんにお礼を言いたいと思って、これライオンのおやつだからユイカのおやつも選ぼうと思って新井さんに食べてほしいユイカのおやつをいくつか買って、で新井さんが当時お勤めになってた日比谷シャンテの地下にある、はい、あの本屋さんに行って、はい、その本屋さんが女性向けをコンセプトにした本屋さんで、すっごく良かったんですよ。温かい色味の書店の照明に使いやすそうな文がたまに置いてあったり、ポップもギュッとしてないスペースが結構あるおしゃれな感じで立ってて、その週ごとにお腹が空いたらとかでこう置いてあったりとか、そのフックになるようなのもすごくおしゃれで可愛かったんですよね。で新井さんに会いに来たのに、どうしようとにかく先に本を選ぼうと思って本を選んで、新井さんがあのレジされてる時にあの本買って、新井さん来たんですって、うわーってすごいびっくりされてて、すいません感動してお礼が痛くて来ちゃいました、これはあの押し付けてすいません、ユイカのおやつですって言って、なんかちょっとファンみたいなことをして帰ってきたことがありました。どうですか、おやつへの反応はやっぱり、あーって感じでしたね。だってね、
新井さん普通にあの書店として勤務中ですから、そこに2週間ぐらい前にね会っただけのタレントがやってきて、はい、おやつを渡して本を買って帰るっていうのはちょっとぶしつけになってしまったかもなと思うんですけど、会いに行ける書店員さん、本に対してそういうアプローチをして本や書店を盛り上げるってことができるんだっていうのは私の中で結構大きな驚きだったので、ちょっと今お話ししました。しかも勝手に洗い賞その遊び心もとってもいいなと思って、いろんな本への入り口があるんだなって、自分は作者でもないし別に本屋さんでもないからってことじゃなくて、どういう風にでもできるんだっていうのを頭の柔らかさにすごく感動しました。今回は木曜日本曜日で本刈谷ゆいかさんにゲストでご登場いただきました。本刈谷さん本当に本日はありがとうございました。ありがとうございました。楽しかったです。ありがとうございます。